れ、ここ全く来てないよね。似た構造だな。でもすごい水の流れ。もう一個のあの地下世界と似た構造ですね。さーん、これ戻ると、うん、ここまで来たんだよね。はいはいはい。これはこっち本線だな言うて戻って、つながったつながった。オッケーオッケーオッケー。これこのエレベーターかっこいいね。魔法のエレベーター。ウル王朝。ウルとは王族のことだよ。でシータウルラピュタだっけ。はいはいはい、出ましたね出ましたね。行きたかったところに出ました。自作漫画だこれ。やっぴーだことはな。自作漫画だ。餌かいて、あの身が動くて寝てきりゃ槍なのもだねっていいから、おじいちゃん。いっこれ落ちたら死ぬやつだよね。死にやしねえかこれ、うん、めんどくさいことになるだけだ。でこれを登ってけってことだけど、そっちにもあるやつは、あれは絶対3、間違いない。俺の3センサーに反応ありだ。ありだ。おじいちゃんその狭いとこ来れるんだ。すごいね。ちょっとやめなさいって。じゃあちょっとおじいちゃん、あんわー。まだ泡出してくれ。おじいちゃんも落ちそうになったでしょ。ね、正直に言ってごらん、おじいちゃん。泡出そうとして落ちそうになったでしょ今。いいね。いやー、この祝福回復で本当にかからなくても大丈夫。さあ、はい、3、よし、いいぞ。ここだったな3は。あ、これアリンコいたとこだもんね。やっつけたけど、俺様のスーパースナイプで。下に商人いるんだろ。間違ったっちゅうの。破壊しか。積んだ。あ、ここはこれで終わりか。うん？この、今俺こう来たんだもんね。この道は？これ何なん？何の意味やったこれ？これこの上のやつ倒すためのあれか。あれ。これどうやって戻んの？落ちるしかない？むむ。ここってあの方角か。いや、なんもないな。なんもないね。いけそうな感じはない。一回ここに転送で戻ればいいのか。でも転送したらまあいいのか別に。もう一回ちょっともう一回こう行って、ここら辺なんもないか見てだな。じじいだまりがいっぱいあるな。あー、ここさっき落ちたら死ぬかって言ってたとこか。ちょうどこの位置にあるな。いや、でも何もない。いけない。これはなので一回ここ戻って、こっち行けんのかこれ。これ登れるかどうかだな。あ、そういうことか。行き止まりだったんじゃなきゃこっちや。ねえ、上に一体だけいて無理か。あー、無理だ。あら、あ、これは無理だね。ってことはなんか降りてこない。降りてこない。ちょっと積んだな。あ、降りてきた。あ、R1 二振りで倒せる。だってここからこっちって行きようなかったよね。もう一回見ようか。上行きたいけどなんもないよな。上がれる要素がないよ。この洞窟でつながってるだけで。この上にはうまく呼べたとことしても無理だな。別の出入り口があるのかな。きっとね。まあでもここに来てその地図をゲットしたことによりね、その可能性を見出せたってことでいいかな。はい、一回戻りましょうか。っていうかもう転送でいいのか。さーて、じゃあどこ行こうか。この洞窟なんだ。これ行ってないね、俺ね。ああ、そうだよね。まだここまでしか来てない。今、こっから入ったんだもんね。ああ、で、ここまで来てるんだ。なるほど。ああ、じゃあ、ここ繋がるね、きっとね。はははは。なるほど。ベイム教会。ベイム教会って、ああ、あの商人。ああ、そっかそっかそっか。はい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 。この辺もそんなまだ見てないし、あ、じゃあもうこっからここ行けばいいのか。OK。じゃあ一回ベイム教会行きますか。あっちか。暗っ。ちょっと。ああ、そしてちょうど1時間経ったな。じゃあまた1回止めます。はい、4月17日3回目の収録です。ちょっとこの辺ね、探索しつつここに向かいたいんですけど、これ下降りれるのかな、どうなんだろうか。まず行ってみましょう。あれん、お前誰だ。あ、敵か。あ、敵だ。 NPC かと思っちゃった。だいぶ遺跡の跡がありますな。わあ。なんだこりゃ。油断も隙もねえ世界だぜ。はははは。あー、これ登れねえかな。ここ行きたいんだけどな。こういうことなのかな。やべえ、この野郎。え、そういうの出しちゃう。いった。待て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 、これまだそういうもの出して、これはきっぴややや、うん俺も馬乗るべきか、これ。いった。よし、もうちょっと。うまっこ、ごめんよ、主が悪いんだよ。格好の騎士の鎧。後ろのあいつをまずやっつけた方がいいな。はい、気づいてねえぜバカ玉がよ。変なトサカなんかつけやがって。恥ずかしくないのかね君は。塗ってんじゃないよ。誰の許可もらって塗ってんだよ。さあ子供がよ。また騎士がいるな。もう誰もいないよ。ふーってやったの気づかなかった。えっ、ちょっと待って、どっから来たお前。すごいよほんま。はい、全回復。油断も隙もねえぜ。随分うんちが落ちてんな。お前らうんちしすぎや。さっき門らしきものが見えたけどな。ああ、え、あ、はいはいはい、そういうことか。違うんすよ。ああ、でもここ、いやいやいや、ちょっと待ってちょっと待って、こっち方面ですね。うわー、降りれそうもねえな。いや、いけるか、これ。え。え。あ。出たー。おお。2個目。また救済してやらねばな。え、この側面にありそうだよね、向かった先の。上ではないと思うんだけどな。でも光が見えないな。うん、あら、降りる感じか。え、もう降りるしかねえな。うわ、これ死ねそうだな。ちょっと念のため渡っこ。だよな。あ、マリカ？え？あ、めちゃめちゃおるやん。え、ちょっと待って、俺の結婚どこ？もうそんな大したソウルルーンなかった。ちょっと待って。といろいろ待って、クラゲちゃんがおる。なんだ攻撃色もいる。ああ、電波してる、電波してる、電波してる。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。クラゲはおったけども何もない。墓すらない。おっちょっと待てよ。まず俺の血痕がどこにあるかだな。上なのか下なのか、ちょっと上な気がするけど。そして光がある。この辺に毒素あるか。暗っ、あるのよ。あ、しかもこのパターンか。一回でもちょっとかかっておこうか、ここは。